で、なんか朝食対決をしようと。はい。黄色、コーン。うん、コーン。あ、これも取らん。一応会社入ってなんだかんだ。これ前も取らんかったか、これ。うん、早く早く。あ、すいません、すいません、あ、すいません、しくじりがあるから余計に触ったもんで、余計にダメだった、めちゃくちゃになった。せーの、はい、1位。おー、なんかほぼ一緒ぐらいだもん。はい、視聴者の皆さん、おはようございます。おはようございます。本日も朝から天気がよろしいことで、今日は、はい、可愛いボスが、はい、今メディカル道場の、まあ、営業責任者、はい、でも実質メディカル道場の営業部みたいなのを全部任してるね。元職人から上がって何年職人だったの？20年ちょっと。20年。キャラギシはどっちがレベル高い？俺ですね。そうそうそう、確かに。言わされた感が半端ない。で、なんか朝食対決をしようと。はい。で、カマ製品が2人に。はい、まあ、カマ製品が勝てないもんね、あの2人だね。でも、まあ、もう1人、あの、みどりちゃんも。あ、みどりも参加？みどりちゃんも参加です。え、マジ？面白そうだね。めっちゃ面白そう。めっちゃ面白そう。意気込みじゃあ聞いてく？はい、カマ製品1号です。はい。意気込み、一応ね、ちょっとこの会社入ってなんだかんだもう5年目なんで、うんうん、はい、職人はやってないよね。職人はやってないですね、うん、職人はやってないんですけど、まあ、こんなんちょっとチュチュチュッとねできるかなと、まあ、よく見てるし。そう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 、もう色打ち合わせとかね、めっちゃお客さんとも、あ、そうだね、もうめっちゃ微妙な色の差の塗り板とか見して色打ち合わせとかしてるんで、色はめっちゃ寺岸さんより見てると思うんで、色の知識量とかね。足場会からの聞こしは、はい、カマ製品2号なんとかなると思います。なんとでももともと2年ぐらい塗装職人だから、2年やっとったらでかいな。基本だって作られたやつを硬化剤入れて、それを作ったやつを塗っていくだけだった。朝食はやったことない。ない。そして、はい、じゃあ本職さん、これ前も取らんかったか、これ朝食。あ、ちょっと、あ、ほんと一人雑魚のがおるといいんですけどね。一人雑魚で幸福だよね。幸福はあれじゃないですか、もう素人だもんで。あ、逆に、ね、逆にその職人5年とか、そうそうそう、10年ぐらいのやつが、そうそうそう、おる方が、おる方が俺の凄さが発揮できるぞ。はい、じゃあ、はい、川先生、メディカル道場のボス、まあ、ボス。わかんないですけど、営業の方はどうなんですか、数字。あんまり良くないな。決算的には、ね、個人数字はもう任せてください。もう違う、営業じゃないんだから、責任じゃないんだから。なんかハッピーバースデーできたんですけど。でハッピーバースデー勝ちって誰もうわからん、わからん。朝食やったことあるの？ないです。2年ぐらい職人やったろ。半年ぐらい。めちゃくちゃ違った。これでも色を作れるかどうかっていうか、うんうん、作れるか可能なんか出される歴とか関係ないですよ。おっと、おっと、強気で、強気で。なんか俺のこと怒ってる。ねえ、もう朝食っていうのはちなみにそのなんか簡単にちょっと説明しよう。一軒丸々塗装するんだったらもうその色決めちゃって注文でいいと思うんですけど、うんうん、例えば本当に何年か経った時にちょっと剥がれちゃったとか手直ししたい時に、うんうん、そのもう日焼けもした周りの色に合わせたいとか。あ、まあ、いずれただ新しく塗ったところと古いところの差分、うん、若干そのうち出てきちゃうんですけど、うん、ごまかしで塗るとか、うん、やっぱりうちって結構その物量が多いんで在庫塗料って余るじゃないですか、うん、まあ、在庫嫌な方は嫌だと思うんですけど、うん、在庫塗料が決して古いわけじゃないんで、そうそうそう、別にお客さんがね在庫使うなっていう人も多いけど、性能が落ちないんで、落ちてないんで別に、そのなんで混ぜて、じゃあ例えばうちも結局在庫抱えてれば無駄になっちゃうんで、そういうのを混ぜてこれぐらいの色作りましょうってなって、うんうん、じゃあこのぐらいの色でじゃあ塗ろうってなった時の微調整とか、うん、でこれが色が白、黒、赤、黄色、紺、うん、え、あ、紺、あ、これも色違うんだ。違う、確かに黒、ちょっと青っぽい、こっちが、え、これどういうルールでいく？2色作ってもらいます。まあでも一人ずつ一色ずつですよ。いけそうな方。まあお二人はじゃあ二色でしょうか。ガラス感覚いける。ちょっと10分早い。10分ちょっと早いかも。まあ20分しようかじゃん。まあ、だから難しい二色持ってきたもんね。だって選んだの河合さんですよ。難しいんだ。ちなみにこの視聴者の皆さん、あのこの色、はい、ちょっとね黄色いところで出てるもんね。ちょっと色が違うと思うんですけど。茶色とカーキっぽい。うん。うん、じゃあ選手一番河合さん。第2号変態仮面。第3号足場界の貴公子。
大ちゃんコース始まるよ。大ちゃんコース塗り替え工場のアイドルリリーちゃん、大ちゃんコース元カメラマン緑谷ハッピーパーク、大ちゃんコースバックオーサーだねお前もうなんじゃお前な。はい、それでは準備よろしいでしょうか皆さん。よーい俺もうほんと YouTube やるために生まれてきたんだよ、リリーだよな。よーいスタート。誰も分かるけど誰も分かる、俺の人たちが違う、だんだん走ってくれると思ってた、静かーに入ってた、静かーに入ってた。もう動かん、ルカン選手とみんなに教える選手と、うん、まずは見る作戦で言ってますね。もうだけどあれだよね、緑だいぶ不利だよねお前さぐらい外していいでな。茶色作ることにしたんですか、緑ちゃん。茶色でいきます。あの見ないでください。いけいけいけ、緑作ってみたいから難しそう。何二人とも こっちから攻めたの、緑から攻めたの。なるほどなるほど。え、すごい、ちょっと近い。ちっちゃい頃思い出してって感じだよね。そうですね、あの図工を思い出してって感じで。そうそうそう、でもリリーちゃんも近いです。あ、近い、うん、え、近いよな、近いよな。あ、でもちょっとあれですね、ちょっとまだ、あ、やっぱり並べるとやっぱり、まあ、あ、もういきなり近いじゃん、明るい。あ、結構いいとこ行くんちゃう。こりゃ緑も作る時間あるか。めっちゃ余計なことだった。強気だよお前、やめた。あの、竹さんちょっと程遠そうなぐらい。あ、大丈夫、なんかお前なんか程遠いですけど大丈夫、お前自信あるよね。ナイスお、本命2人は早いな。お、すごい、ちょっとでも差が出とると思う、差がすごい、確かに。あ、全然差が出とる。うん、うん、これくん早いか。あ、そうやって入れるんじゃなくてね、つけるタイプね。あ、入れすぎるとこの2人の差が出とるな、失敗になる。え、すっごい、ね、めちゃくちゃ早いな、河合さんだ。やべえんじゃないお前、ちょっと、うわ、現役お前もしかしてお前、俺あんま得意じゃねえ。さすが向井道場の総責任者この色難しいですか。難しい、これ前俺これ当たったもんね、見るそう。じゃあなんか一番ガッとあったね、これは。そう、あ、負けたの。あ、苦手なんだ、その緑が。おおおおお、待って、おやる、やるんちゃう、結構いい勝負するんちゃう。結構いい、え、でもめっちゃ近い。あ、いい、おお、え、これめっちゃいい感じ、来てんちゃう、来てますね、あれ来てんちゃう、すごい、来てんちゃう。これなんか元気ないのが1秒だけど、なんかどっか行っちゃってません。なんか1秒元気ない、なんかあのまだでもなんかちょっと近づいてきてはいる。あ、もう近づいてきてる。あれ、寺木さんが、え、お、落ち着いた、すごい、お、落ち着いた。回復でも可愛くなんかもうやばいよ、もうほぼ仕上げにかかっとる。え、違う、もう違い色作り始めてるもん、河合さんは。あ、もう、あ、もう終わったんだ。そう、あ、でも、お、寺木選手も変態仮面選手も、いや、どう、変態仮面選手も金を打ってるぞ。残り11分っす。残り10分、約半分、まだ半分経ってないな。ちょっと右の上に勉強させてる。いや、いい、全然いい、全然。あ、一緒じゃね、これ。ん、これ私落としちゃったんですけど、一緒じゃないですか。一緒っぽいね、一緒っぽいね、一緒っぽいね。ちょっと違いますかね。ちょっと違うかな。ちょっと違いますね。変に触っておかしくなるっていう可能性もあるよ。ああ、そう、ああ。もうそこでアンサーかけていく方がいいのか。足前の気持ち、どうですか。むずいです。は？むずいです。でもちょっとだいぶ近づいてきてません？だいぶ近づいてきてるよ。すごい。え、めっちゃすごい、河合さん、マジで。嘘、もう近い。近い。マジ？やるね。寺木選手負けるか。プレッシャーになって負けちゃうかもしれない。もう出焦ってるね、こいつ。ちょっと残り8分10秒、残り8分10秒。もう何、緑はいけそうなのか。いや、若干違うです。あ、違う、まだ調整がいる、はい、ちょっとリリーちゃんのやつ本当に近いな。近い、めっちゃ近い。リリーちゃんのやつ本当にめちゃくちゃ近い。近いですかね。これだって、すごい、河合さんめっちゃ近い。そう、本当に引退してるんですか、河合さん。本当すごいな。すごい。本当すごい。それで営業やっとるやつだな。ねえ。越選手。え、すごい、河合さんがガチで。もう近い。もうなんかカメラ越しで見たらマジ一緒。残り5分です。残り5分。もう残り5分はあんまり色に集中するの。会話とかに集中して。そうです。で、残り5分はじゃあちょっとあんまり色は見せれませんが、視聴者の皆さん。そうですね。最後どうなるか。もう最終調整で色の調整もしております。みんな色の調整もしております。
ね、で黄色で持ってくる。なんかヒントを教えてあげる優しい寺木さんだけど、いいね、いいね、ヒント欲しい。中見さん、もう最終局面にはちょっと合ってくるんでしょうか。すごい角度を変えてみる寺木さん、うん、もう変態仮面も最後はだけど川合選手は、川合選手はもう本当に最終終わったか、勝ったー、ついに勝ったー川合選手が勝った。残り何分？残り2分です。もう見せつけるからごとく、あの顔見ててよ、非常に悔しい顔、焦らせてる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 、焦りが出とる、寺木さん焦りがしくじりに変わる、焦りがしくじりに変わるから。10、9、8、7、6、5、4、失敗しただけ出てる、何か言葉が出た、3、2、1、あータイマーなっちゃいました、はい、タイマーストップ、終了、おしまーす。あ、塗り込みだけいいよ、塗り込みだけはね、そのことね。ちょっと最後爪が曲がったのか、寺木選手ちょっと動揺隠せるような気もします。河合さんの作戦通りにいったのか、河合の作戦にやられたのか、どうでした。え、余計なことできてよかった最後あれやらんかったらめっちゃ近かったですね、余計に触ったもんで、余計にダメだった、めちゃめちゃになった。ああ、あれはもう飛びつけばさ、やっちゃったっすか。うん、やっちゃった。これ誰が審査するんですか、社長が。まあ俺でしょう。まあじゃあまず茶色からも持ってもらって、何だよ、1票ずつ入れようか。あ、そうですね。え、私がそんな、なんか、はい、じゃあまずリリー選手から、これな、見よう。はい、違います、うん、これね、はい、なるほど、ちょっと違うな、もうあれも乾いたらどうかっていう話ね。はい、じゃあ緑選手、おお、おお、これカメラで見るとほとんど一緒、すごい、のような気もするよ、顔ともうちょっと黒くなるので印象がありますね。おお、あの強気なだけあって、おお、川合選手じゃない、はい、こちら寺木選手、はい、どちら行く。まあ俺はお前絶対1番取らなあかんから、最終回はお前1番で当たり前だもんな、現役なので。おお、うわー、おー、すごい、やっぱまたちょっと違うな、これ微妙ないな、みよ、審査、ちょっとちょっと、なんか迷ってきた、迷うなこれな、うわー、これこっちが一番近いんじゃない、はい、寺井選手、リードに近い、うわー、これ微妙ない、近いよ、これがメリータで、めっちゃ迷うよね、こっちが寺岸ね、これ一番近いかもしれない、ちょっと言わないでください、私たち審査前にちょっとこれ、いやでもどう、まあ、まずこっちとこっち行ったらどっちが近い、え、私は絶対こっちかなって、あ、そうだな、なんかリリーちゃん、そうですね、うん、ちょっとなんか明るかった、こっちのが、じゃあこれちょっとリリーちゃん没落だな、はい、いい選手脱落ですね、まずはですけどね、はい、この3つ、いやー難しい、緑選手、河合選手、これが寺木選手、はい、うーん、まあ、ちょっと顔が、もうプロたちの顔がちょっと曇っとらんガチで、ガチで曇り始めてるんじゃないか、じゃあ最後に決めようか、はい、ダルル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 いや、わからん、そっちが一番近いかもしれん、かわいいから俺負けた、合ってない、あ、もう、合ってないって、ここ2人に負けとるなって、わかる、あ、合ってない、じゃあ1位いこうか、はい、で、せーの、1位、はい、おー、おー、まさかのお姉ちゃん、おー、マジでかい、いや、こいつはどう、なんか、ほぼ一緒ぐらいだもん、乾いたら、多分めちゃくちゃ近い、乾いた最終形態は多分一番近い、すごい、じゃあ行きましょうか、続いてはい、ライオングリーン、まあこれが飛行士ね、足元の飛行士、はい、竹選手、はい、これね、はい、これ竹選手、はい、あ、これ河合選手、うーん、勝負に行くよ、いいですか、はい、難しそうなのこの色、ちょっとこれは寺木選手作戦にやられてますって、ミスったのかこれ、ちょこっと触ったとこ、うん、触ってないとこちょこっとあるから、はい、そこだと割り出し近いんだけど、どこどこどこ、あ、逆に塗ってますよ、ここ、ここ、
あ、本当だな。いや、分からんくらい愚痴って。逆に触ったもんで、あ、全部俺が濡れてたから、ね、そうそう、で、ま、わざと負けたんですよ。どうだ今の顔、今どうだ。普通だったと思うんですけど、これはまあ、ちょっと1位がほぼほぼ決まっちゃったんちゃうかな。はい、せーの、あ、こちら。ちょっとこちら、青すぎちゃったかな。申し訳ない、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 本当あいつ。はい、じゃあ勝負しました。でもめちゃくちゃ面白かったですね、これも。面白かった、本当にいい勝負だった。意外と素人でも勝てるってことが分かったから。勝てる、勝てる。負けで、ちょっと乾いたところ。はい。また、一般の人だったらね、本当にどれぐらいの技術かっていうの、乾いたところがこれ、盆揚げにちょっと取るんで、はい、ぜひそれも見てください。感想どうですか？なんか感想ですか、うん、まあ、難しいですね。難しかったですけど、みどりちゃんやっぱすごいですね、うん、すごいね、あいつね。おー、あいつすごいわ。でもちょっと面白かったよね。そうですね、ちょっとね、しかし、わかりません。わかりません、まあ、わからないよな。わかりません、やったよね。でも、塗装職人やったんだろ。うん、でも、お前半年でお前、塗装職人経験なしだ。すごかった。まさかの優勝だよ、お前。手上選手、どうですか。ちょっと気悪いやん、これ。いや、一つは腰の気が悪いの。でも、毎度塗装職人としてかなってやつ、お前。もう二度とやるね。手上選手、川合選手。悔しいですね。あ、悔しいなんで、あ、負けたね。あれはすごいわ。奇跡の一瞬だわ、あれは。これでも2色いったら間違いなく俺勝ってます。あ、あ、2色いったらね。あ、まあそうだね。その時間の焦りが絶対出るんで。まあいい年こいて苦しまみやん。もうこのこと言ってる。言い訳が始まりました。負けた悔しさがすごい。あ、そう、2色いったら俺は負けねえぞ。負けねえだろ、そこ。さあ、この人が練り合い道場の関西。もうお客さんもね、ぜひ、登山の依頼も。はい。うん、まあ全席に持って、まあ謝罪とかね。まあやっぱクレームもあるしね。まあまあ、ジム、サイドもこう多いしね。はい。で、ここ、リリちゃんも、みどり君のプランナーで、ここの部下でもね。はい。現場管理とか、もろもろで。まあ、ほんとね、素晴らしい選手じゃなくて、社員が、たくさんの選手ですけど。はい。はい。本当に面白かったです。うん、面白かったね。はい。まあ、これ、どっちが優勝する？まあ、今日はあれじゃない？みどりに肩を出そうか。いやー、みどり選手、おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー、つけてるだけありました。ハッピーバースデー、つけてるだけありました。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっと終わりにちょっと宣伝になりますけど、明日の会場と、はい、実習生授業ちょっとやってますんで、第3土曜日、うちの副理事、まあ、実質責任者でやってもらってますけど、僕は一応理事長だから、はい、そういうこと今やって結構いろいろ頑張ってやってますんで、そちらの方も第3土曜日かな、いろいろ興味あったら質問とかもできるし、いろいろその どこまでやるのとか、どこの県やるのとか、いくら上でやるのとか、立つさんより高いもの安いのとか、いろいろやりますんで、ぜひ、はい。あとは、その会場にも、もう本当によく質問来るのが、どこまで買って、買いに来てくれるんですかっていうのも、一応どこまでも買いに行くっていう、まあ、値段が合うかどうかっていうのがあると思うんですけど、やってますので、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、今日はありがとうねー。ありがとうございました。すいません。おはようございます。おはようございます。まあこれちょっとちなみに一つ言うと、ちょっと色が変わってしまってるじゃないですか、やっぱ乾いたら、おかげで誰が誰のかわからない状況なんですよ。見えちゃう。ちょっとマジ一回見てほしい。テラギスさんがこっちだった気がするなと思う。汚い。ちょっと一緒ね。ね。てかなんかあの時よりちょっと似てない色。うん、似とる。合ってきた逆にな、ね。乾いてからが。あ、営業やっておいてる。うちの会社は。すごい。普通こっちがちょっと合うはずなんですけど。それはお客さんにいい提案もできるわってな。茶色。茶色は緑ちゃんが。二階堂さんの底力。でも近づいてきたよ。うん、やっぱ河合さんってすごいんだね。近づいてきたよ。いや、これが河合さんだったらこっちの方が近いもんよ。河合さんじゃなかったこれ。いや、どうだったかな。明るくなってきたら。はい、じゃあ視聴者の皆さん。はい。外壁塗装の見積もりだよ。はい、ぜひ。はい、俺も。たまによく言われるのが、社員に言われるのが、何を説明してくださいと、会社の。たまにはこういう真面目動画も。で、営業ね、営業希望の人、もう本当に職人経験のやつとか、まあ足場でもいいな、俺は職人、足場とか飛び職の元気一個も好きだし、塗装の職人さんみたいにちょっとおとなしくね、真面目でコツコツやるようなタイプでもいいんですけど、まあ、営業やってみたい。いきなりお客さんと喋らなくても、管理とかから学んで、営業になるってやっぱ経営者への近道だと思うから、俺もこうやって営業、やっぱ自分がやることで、自分も成長して、本当最初喋ることだな。
営業やってみる。ちょっと管理から入る。管理から入る。48時間完全密着。ミオプランナー営業やってみた。管理からやらせてもらっていいかな。うん、やろうかそれ。で、そういう視聴者でこれやってみたいと思うじゃん。じゃあぜひ興味のある人、はい、あのまた声かけてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。さん、はい。言わんのかいって筋肉痛腕マジで持ってるからしいって